ま劇場。一寸法師。昔々、とある村に老夫婦が住んでいました。二人は子供が欲しくて神様に祈りました。どうか子供を一人お授けくださいまし。それは指ほどの小さな子でもよろしゅうございますから。すると間もなくおかみさんは子供を授かりました。夫婦は喜んで子供の生まれる日を今日か明日かと待ち構えていました。やがておかみさんは小さな男の子を産みました。ところがその赤ん坊は本当に指ほどの大きさしかありませんでした。おじいさんとおばあさんが大切に育ててもその子は指より大きくなりませんでした。二人も諦めてその子に一寸法師と名前をつけました。一寸法師は16歳になりました。ある日一寸法師はお父さんとお母さんの前へ出て言いました。都へ行って運試しをしてみようと思います。偉い人の家来になってお金持ちになってみせます。そう聞くとお父さんはうなずきました。よしよし、それなら行っておいで。一寸法師はとても喜んで早速旅の支度にかかりました。お母さんにもらった縫い針を刀にして麦わらの鞘にそれを収めました。おじいさんからはお茶碗の船とお箸の貝をもらいました。お父さん、お母さん、では行ってまいります。どうかお元気で。頑張っておくれ。一寸法師はお茶碗に乗って川を登っていきました。一寸法師はやっとの思いで都に到着すると、一番大きなお屋敷に行きました。小さい一寸法師はありったけの大きな声で呼びかけました。ごめんください。しかし誰も出てきませんでした。次は一層大きな声で呼びかけました。ごめんください、ごめんください。一寸法師が3回叫んだ時、殿様がその声を聞きつけて出てきました。しかし誰も玄関にはいませんでした。一寸法師は小さすぎて殿様に見つからなかったのです。不思議に思って辺りを見回すと、足元に豆粒のような男が立っていました。お前か、今呼んだのは。はい、私でございます。遠い村から参りました一寸法師でございます。なるほど、一寸法師に違いない。それで私の屋敷に来たのは何のようだ。私は出世をするため都へ参りました。どうぞ一生懸命働きますから、お屋敷でお使いなさってくださいまし。一寸法師はこう言ってよこんとお辞儀をしました。面白い小僧だ、よしよし、使ってやろう。殿様は笑いながら一寸法師をお屋敷に置くことにしました。このお屋敷には13歳になる可愛らしいお姫様がいました。一寸法師とお姫様はとても仲が良くなっていきました。二人の仲が良くなっていくと喧嘩をするようになりました。喧嘩で一寸法師が負けた時のことです。一寸法師はお姫様に仕返しをしました。お姫様がお昼寝をしている間に彼は殿様からいただいたお菓子を残らず食べました。お菓子の残った粉をお姫様の口周りになすりつけます。そして自分は空っぽになったお菓子の袋を手に持って大きな声でおいおい泣いておりました。その声を聞きつけた殿様が出てきました。一寸法師、一体どうしたのだ。すると一寸法師はさも悲しそうな声をして、お姫様が私をぶって殿様からいただいたお菓子をみんな取って食べてしまったのです。殿様はびっくりしてお姫様のお部屋へ行くと、お姫様は口にいっぱいお菓子の粉をつけて眠っていました。殿様は大変怒ってお姫様をお屋敷から追い出してしまいました。一寸法師は自分の嘘でお姫様が追い出されてしまい、
すっかり気の毒になってしまいました。そこでどこまでもお姫様のお供をしていくと誓いました。二人は船に乗って海に出ました。すると不思議な島に着きます。その島には今まで話に聞いたこともないような花や木がたくさんありました。しばらく見渡していると2匹の鬼がそこへ飛び出してきました。そしていきなりお姫様を食べようとしました。一寸法師は縫い針の刀をきらりと引き抜いてぴょこんと鬼の前へ出ました。このお方は都の殿様の姫君だぞ。うっかり失礼な真似をするとこの一寸法師が承知しないぞ。彼はありったけの大きな声で叫びました。2匹の鬼が足元を見ると豆粒のような男が立っていました。なんだこんな豆粒か、面倒くさい、飲んでしまえ。赤鬼はカラカラと笑い一寸法師をつまみ上げてぱっくり飲んでしまいました。一寸法師は赤鬼のお腹の中をチクチクと刀でついて回りました。痛い痛い、これたまらん。苦しがって転げ回った赤鬼の口から一寸法師は外へ飛び出しました。生意気なチビだ。次は青鬼が一寸法師を捕まえようとしました。一寸法師は素早く這い上がって青鬼の目玉をつつきました。痛い。青鬼は叫んで後ろも見ずに逃げ出しました。これかなわん、逃げろ。赤鬼は何かを落としながら青鬼の後を追って逃げていきました。お姫様がそれを拾ってお店になりました。これはうちでの小槌というものです。これを振れば何でも欲しいと思うものが出てきます。あなたの願いは何ですか？私は大きくなりたいです。お姫様がうちでの小槌を振りました。大きくなれ大きくなれ。うちでの小槌を振るたび一寸法師はみるみる大きくなり立派な大人になりました。一寸法師はお姫様を連れて鬼の島から帰ってきました。殿様は鬼退治をした一寸法師の力を認めて家来にしました。そして大きくなった一寸法師は堀川の少将という新しい名前をもらいました。その後堀川の少将はお姫様をお嫁さんにもらいました。遠い村からお父さんとお母さんを呼んで家族みんなで楽しく都で暮らしていきました。おしまい。